こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。無農薬のレモンが手に入ったらぜひトライしてみてほしいのが、今日紹介するレモンチップスです。無農薬のレモンの皮に時々ついている黒い点々は天然の抗がん剤と言われているので、ぜひ丸ごと食べてほしいんですね。アガベシロップでほんのり甘みをつけてありますので、そのまま食べてもめちゃめちゃ美味しいし、お茶やヨーグルトに入れたり、刻んでケーキやマフィンに入れたりしてもとっても美味しいんです。作り方はとっても簡単なので、ぜひトライしてみてください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be まずレモンはよく洗って2ミリくらいの厚さにスライスしていきます。この黒い点々が天然の抗がん剤と言われてですね、体内にできたがん細胞を排除する働きがあるんです。すごいですよね。この間もね、この動画でレモンクッキーの中にすりおろして入れたんですけどね、なかなか皮ごと食べるものって少ないじゃないですか。なので今回これならね、丸ごとおやつとしてね、食べていただけるんじゃないかなと思ったわけなんですね。レモンがカットできましたら、お鍋に入れて、ここにひたひたにアガベシロップを注ぎます。このくらい入れて、これを火にかけていきます。沸騰してきたら火を弱めて 1,2 分グツグツ煮ます。アガベシロップで煮ているので煮汁がね、とてもヘルシーにいただけます。お湯で割ってもいいし、炭酸水で割ってレモンスカッシュとかもいいですよね。はい、1,2 分煮たら火を止めて、このまま冷ましておきます。粗熱が取れたら、シロップを切って、オーブンシートの上に広げていきます。この時に種取れそうだったら取っちゃいましょう。そうしましたら、これをオーブンの低温乾燥モードで乾燥させていきます。我が家のオーブンは最低が100度なので、100度に設定して時々裏返しながらオーブンに入れていきたいと思います。はい、完成しました。一回途中でひっくり返してあります。こんな感じ、パリパリのチップになっています。完成でーす。はい、それでは早速試食してみたいと思います。おいしい。なんかドライフルーツとレモンピールのアイノコみたいな感じですね。甘酸っぱくってほろ苦くって、シロップでそんな長時間煮たわけでもないんで、そんなに甘くないんじゃないかなって思うでしょ。これがね、結構しっかり甘さついてるんですよ。でこの中の果肉の部分はパリパリっとしてて、めちゃめちゃ美味しいです。紅茶に浮かべてもいいし、ケーキとかね、お菓子にね、混ぜたりしても美味しいし、めちゃめちゃ使えると思います。レモンって結構使わないで置いとくってことできないじゃないですか。足が早いので、使い道がないななんて思った時にぜひね、作っといていただくといいと思います。
他は密閉容器みたいのに入れて冷蔵庫に入れておくと2、3ヶ月大丈夫ですので、ぜひ無農薬のレモン手に入った時に作ってみてくださいね。じゃあねー。